うございます。風吹けば来るや隣の鯉のぼりとは高浜虚子の句であります。本日5月5日はご存知子供の日であります。子供の日とは広辞苑では国民の祝日5月5日子供の人格を重んじ子供の幸福を図る趣旨で制定元端午の節句とございます。端午とはこれも広辞苑で調べると端午、端は初めの日、元中国で月の初めの馬の日、後五は五と音通などにより5月5日を言う五節句の一つ5月5日の節句。古来邪気を払うため菖蒲やよもぎを軒に刺しちまきやかしわ餅を食べる。菖蒲と菖蒲の音通もあって近世以降は男子の節句とされ甲冑、武者人形などを飾り庭前にはのぼり旗や鯉のぼりを立てて男児の成長を祝う。第二次大戦後は子供の日として国民の祝日、あやめの節句、長後、端陽とこう解説されています。鯉のぼりの起源はいろんな説があるようですが、古くは中国の鯉の滝のぼりが元になっていると言われています。鯉の滝のぼりは今でも登竜門という言葉で使われています。登竜門は広辞苑に五感所、竜門は中国の黄河中流の急流でここを登った鯉は竜になると言われたことから困難ではあるがそこを突破すれば立身出世ができる関門ということです。前後に三球並み多行して魚を竜と消し地人なおくも野党の水というのがあります。碧岩禄の第七則の樹であります。三球並み多行して魚を竜と消し地人なおくも野党の水を全学大辞典で調べると修行者がしけのもとに参じその遣追を受けると鯉が竜門を投下すると竜と消してしまうように愚かな人も悟りを得て全門の竜像となるという意俗に毎年3月3日に鯉がその滝を遡って竜門を投下すると角を生やして竜になるという故事とございます。三球の波というのは右門三球の波とも申します。全学大辞典には右門は竜門県三聖章竜門山の門かの右王がそこの幕府を三段に切り落として水を排除し黄河の氾濫を防いだという。俗説に毎年3月3日に鯉がそこを遡って右門を投下すれば角を生じて竜となると伝えられる。すなわち地人は鯉が竜と消し去ったのも知らないで右門の滝壺を夜中包みに立って鯉を捜索したということから学人が死刑の念呈した公案の落書本意を知らないでいたずらにそれを地下分別する方角違いをやることを言うとこう書かれています。さらに入谷義隆先生監修の前後辞典には竜門の三丘の関の高波を登って魚はすでに竜となったのに愚か者が魚を捕らえようとなお夜の淵の水を買い出している言葉面にとらわれて勘どころを抑えきれない愚かさを例えるとこう書かれています。また野党の水を全学大辞典で調べると暗夜における何もいなくなった沢水で公人の愚かな虚しい言句上の探索に例える。竜門三丘の波は高いがそこを魚が登ると竜になってしまう。しかし地人は魚が登って竜となって行ってしまった後の何もいない湯水すなわち川の水を夜汲んで魚を得ようとする愚行を言うと
書いています。昔や夏という王朝の宇という王が黄河の氾濫を止めようとして上流に山を切り開き三段の滝を作られたという故事があるのです。これが龍門の滝や右門の滝なのです。3月の桃の節句になるとこの三丘の滝壺に鯉が集まりこの滝を登って天に登ると龍になってしまうというのです。そこから立身出世することを登龍門というようになったのです。それがどういうわけなのかわかりませんが3月の3日だったのが日本では5月の端午の節句に鯉のぼりを立てて男の子が鯉のように龍になって天に昇るようにと祝うようになったのでした。ちまきを食べるのは屈原の話が元になっているようです。屈原は広辞苑には中国戦国時代のその人名は兵あざ名は源漢にちなみ三旅大夫とも呼ぶその王族に生まれ王の側近として活躍したが妬まれて失脚将校のほとりをさまよいついにベキラに投身したという人であります。残言によって左遷されたことを嘆き悲しみ早漏という川のほとりで漁師にあなたは三旅大夫の屈原様ではありませんか、なぜそんなに痩せ衰えておられるのかと尋ねられて世を挙げて皆濁りて我一人住めり主人皆よいて我一人冷めたりここをもって放たると嘆いたのでした。意訳すると世の人がみんな濁っているのに私だけが一人住んでいる、みんなは酔って道理がわからなくなっているのに私だけが一人冷めている、こういうわけで私は追放されたのだということです。そこでむしろ潮水の流れに身を投げて魚に食べられることはあっても潔白なこの身を世俗の塵にまみれさすことはできないと言って身を投げたのでした。その死を惜しんだ人々が屈原が魚の餌食とならないように米を笹に包んで魚の餌として川に投げ込んだそうです。それがちまきの由来という説があるのです。龍門の滝の話は碧岩録にもあるように公安といういくつもの関門を通り抜けて立派な仏になるという教えになっているのでしょう。禅ではもともと唐の時代において人は本来仏であり何の造作もなくそのまま仏なのだと説いていました。それが宋の時代になって公案を用いて修行して初めて仏になるという教えになっていきました。そのままで安寛としていてはいけないと戒めたのでありました。そのようにして公案が必要になった事情はよく理解できますものの容易に登れない滝を登らないといけないという説はいかがなものかとも思います。鯉のままで池で泳いでいても立派な仏ではないかと私は思うのであります。潔癖を守って身を投げた生涯は尊いものだと敬意を表しますしその死を悼んでちまきを川に投げた気持ちも理解できます。しかし私は漁夫が早漏の水すまば持って我が栄をあろうべく早漏の水に濁らば持って我が足をあろうべしと歌いながら貝の、ね、音も高らかに去ってゆく姿にも魅力を感じます。早漏の水が澄んだら冠の紐を洗えばよい早漏の水が濁ったら汚れた足を洗えばよいというのです。汚れたなら汚れたなりに生きればいいということでしょう。逍遥録の第十二則の序には木を傍じ帰り去って漁長に同じうす足をあろう早漏円錐の秋という句がございます。大雄さんの余語水岸老子は逍遥録上巻自由者の中で自己の才覚によっていろんなことをする働きを忘れ天地の中に生きてあるお互いのことをよく分かれば魚鳥魚や鳥
と同じように自己の才覚などを忘れてしまうと説かれています。どうにでも融通無下に生きていくことができるのにもかかわらず、何かにとらわれて動きが取れないわけです。固い信念というものは褒められることですが、全くものはないのだからざーっと生きていきなされ、これ一つだけが本当だなんてものはありゃせんと説いてくださっています。そんなおおらかな心を持って生きてほしいものだと、子供の日に鯉のぼりを見て願うのであります。それでは今日も姿勢と呼吸と整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながらぎゅーと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強くは吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じます。すると鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちるのを感じて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこうこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。